はい、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。今回は6月の新作の中からアンビルサーガというゲームを開発者様から提供いただいたので遊んでいきます。リリースは6月の21日、明日ですね。日本語には対応しておりません。ゲームは鍛冶屋を経営するシミュレーション。病気で亡くなった父の後を継いで鍛冶屋となったアーサーは、身分の違う商人の娘オリビアに一目惚れし、彼女と結婚するために鍛冶屋として奮闘する物語ということです。では早速遊んでいきましょうか。スタートザゲーム。ニューゲーム。ストーリーモードとサンドボックスモードがあるんですね。ストーリーモードは先ほどお話したオリビアと結婚するために鍛冶屋として頑張る物語でしょう。そしてサンドボックスモードは鍛冶屋だけをね、永遠と経営するゲームかと思います。まあ、ストーリーモードでいきましょう。はい。鍛冶屋になるのは簡単ではありません。チュートリアルが必要ですかということですね。ゲームの翻訳はピコットという翻訳支援ツールを使わせていただきます。やっていきましょう、チュートリアルから。じゃあこれは家というより納屋のようなものです。それについては何も説明する必要ありません。何もする必要ありません。少なくとも鍛冶屋自体はまとも。鍛冶屋これかな？操作ですね。WASD で動かせると。はい。で、マウスホイールでズームアウト、ズームイン。はい、できますね。あなたは中世の鍛冶屋を管理することになります。そして鍛冶屋の主な収入源はもちろん彼の命令です。彼のオフィズオーダーって書いてあるからそうかな。お客さんでしょう。お客さんから注文でしょう。はい。彼のオーダーっていうのは顧客かな。ビジネスのために店を開いて最初の注文を受け入れましょう。これを行うには、レフト？ライトかな。ライト、マウスボタンのストールをクリックしましょう。あ、これね。はい。これを左クリックすると、最初のカスタマーって書いてますね。Your customer。キャスタマー。注文ウィンドウを見てください。そこにはアイテム、その作戦に必要なリソース。あ、また人来た。および報酬があります。チェーンかな？これチェーン作ってください。で、これが報酬？で、リソースかな？注文の UI にある緑色のチェックマークを押して注文を受け取ります。はい。こうね。これで注文は受け取ったってことでしょうか。人々は永遠に待つことはありません。注文が完了する前に忍耐力がなくなると彼らは行っちゃいます。待ちきれなくて行っちゃうっていうことやね。すべての注文が注文フィードに表示される。この上のところが注文フィードっていうことですね。はい。注文の UI にある緑のチェックマークを押して別の注文を受け取りましょう。はい。フィードに入るってことですね。一度に複数の注文に取り組んでおり、優先順位を設定できると。はいはいはい。人民元を押して注文の優先度を上げ、人民元を押して優先度を下げる。まあ、レフトボタンと ライトマウスボタンってことでしょう。人民元。合計5つの優先レベルがあります。同じ優先度の注文は残り時間に基づいて処理される。残り時間が少ないほど、鍛冶屋はそれに集中する。へぇ。ライトマウスボタンで、注文の優先度を上げる。あ、1になったね、これ。アンビルを右クリックして、そこにキャラクターを動かして、鋳造を、あ、製造かな？鍛造？開始する。まあ、鍛冶屋を開始するって、アンビルクリック。で、右クリックで、この、アンビルに、向かわせましょう。じゃ、先に、この人、こっちのチェーンの注文入ったけど、こっちを先にするってことかな？ 1 なんで。スミスは注文完了するとリソースを使ってゴールドを受け取ります。製品が完成すると自動的に顧客に渡されますと。はい。注文はインゴットで行われます。インゴットは採掘または購入できる鉱石から、精錬されます。鉱山のゲットにアクセスできないので鉱石を注文しましょう。商社に注文するってことかな。マーチャントストアを開きます。あ、ここに商人のストアがあるってことか。食べ物、鉱石と、これ何でしょう。ブックフォーワーカーズ。レシピかな、わからんけど。これ注文しろってことね。バイ。注文した。
ストアから全ての商品は宅配便で配達されます。彼が到着する前に少し待つ必要があります。その間に残りの鉱石をインゴットに精錬することができます。インゴット作らなかねや。鉱石、インゴットを作った商品ってことかな。これが今来た歩いてきてるのがこのコソドロみたいなのが商人かな。一つの鉱石は一つのインゴットに適しています。鍛冶屋は鉱石がなくなるまでインゴットを次々と精錬するって。この右にあるこれが多分鉱石、インゴットで、インゴットを使ってこのチェーン作るっていうことですね。だからまず鉱石からインゴットを作らないといけないと。あ、そうだね、インゴットまだ1しかないもんね。今3いるから3作らなあかんってことですね。2番目の注文を完了します。十分なインゴットがあるんで急げって、ハリーって書いてある。急いで、顧客が待つのに飽きる前に。はい、じゃあもうインゴット6も作ってたんや、早いな。多分この鍛冶屋さ、レベルが低いから遅いんやろな。もっと早くパン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 って作れるようになるんでしょう。はい、グレートジョブ、お疲れ様でした。稼いだお金を鍛冶屋のアップグレードと新しい部屋の建設で使うことができる。なるほど、家のアップグレード、鍛冶屋のアップグレードとか家のアップグレードできるみたいなこと書いてますね。構築する前に屋台を閉めましょう。おお、屋台閉める。屋台を閉めると新しい注文は受け付けられないことを顧客に伝えますが、注文を待っている人は残ります。あー、もう店の中に入っている人は受けますよっていうことでしょうね。クローズ、これかな。ゲイ、これはキッチンにいくつかの家具と別館を使用する可能性があります。使用性、可能性。構築モードを有効にします。構築モードですか、これ。あ、ビルドモードっていうカットですね、これ。あ、こっちか。これで別館建てれねえや、ここね。はい、あ、選べるのかな。ルーフタイプ、屋根のタイプ選べるみたいですね。じゃあこっち斜めにしとこうか、ここで。壁のタイプ、ウォールタイプは選べないっぽい。これでいいかな。はい、各部屋の建設には時間がかかります。ビルダーが作業を完了するのを待つ必要があります。大工が、あ、これ大工かな。あ、大工入ってた。鍛冶屋は大工できひんねや。家具はすぐに購入できます。最初のリビングルームを設置しましょう。ベッド、テーブル、椅子が必要。はいはいはい、プレイス、ベッド、テーブル、チェアが、え、矢印出てる、これですね。はい、ここ、あ、これか。はいはい、ベッドと椅子と、て、あ、ベッド買って選んでもうた。まあいいや、ベッド置きましょう。で、椅子何種類かありますね。ベンチか、これ。ベンチシンプル。ベンチにしとこうか。ちょっと部屋狭いからギリギリ置こう。いっちゃん高い使おう。ベンチでテーブルか、すごいな。はい、オッケー。エクセレント。素晴らしい。今私は寝る場所があります。後でキッチンができます。今私は妻と子供を、息子を連れて行くことができます。妻と息子連れてくるってこと？13年レイター、13年後。あ、もう13年だったんや。それだけです。ハンマーをしっかりと持ち、腕を上に振り、ブランコを叩きます。息子、 I can't、 できないよお父さんってことかな。私はあなたのようなマスターになることは決してないだろう。あ、これもしかしてお父さん、さっきのオスカーかな。で、息子がアーサーなんかな。聞きなさい。あなたのお母さんと私がフランスに来たとき。あ、ここフランスなんですね。私たちは私たちに一線守っていなかった。何もないけど、目と私の古い楽器に火をつけます。意味わからん。本当に一線もなかったの？確か2、3人以下のターラー。ターラー？フランスの効果ってなんぼ？なおちゃん。あの、通貨って何でしょう。これは物語の、この物語の主人公である、あなたの主人公であるアーサーです。
あ、こっちがアーサーさんが、アーサーさんが主人公ですね。息子さんがね。子供の頃から彼は、鋳造製造で父親を助けてきましたが、彼はどんな種類の工芸品でもかなり上手です。へえ、そうなんや。腕は確かなんですね、もう。マイサンズアーサー、鍛錬所でいくつかのインゴットを作ります。今日はたくさんの仕事をしてきます。ちょっとところどころドットなんで翻訳ができないところありますけど、注文完了するにはインゴットが必要です。インゴットは鉱石からさっきあったやつですね。はい、アーサーをこっちにやれってことでしょうね。アーサーがインゴットを作り始めるように、こうね。でアーサーにインゴットを作らせましょう。 どんだけ作るんだろう。全部作るのかな。エクセレント、上出来だアーサー。サインをめくってください。私たちは開いています。看板めくれってことやね。 OK、 はい。彼の隣の若い女性は彼の娘オリビアです。あ、これが噂のオリビア。最初言ってたお話のやつですね。この子と結婚するためにこのアーサーは鍛冶屋を切り戻して頑張っていくっていうお話みたいですよ。あ、いきなりオリビア登場したね。それはガスコーニュの商人ですか。あ、ガスコーニュ地方とかフランスにありますよね。多分ガスコーニュっていう地方の商人なんでしょう、お父さんは。で、その娘がオリビアっていうことでしょうね。イエス。はい。彼の顔の表情から判断すると、彼は私の鋳造に、製造に満足している。まあ、仕事を気に入ってるってことかな、お父さんのね。ジャン・ジャック・ジュニアが行くよ。あの男は我慢できない。ジャン・ジャック・ジュニアって誰？あれあれ？彼の父は立派な職人であるジャン・ジャック・ジュニアも遅くありません。しかし、彼は父親の才能を継承していませんでした。何の話や？あなたの感情が、あなたを良くさせないでください。それが彼がしていることだから、ビジネスを行う方法を学びましょう。はい、オスカー。あなたもここにいます。知ってるよ。お元気ですか？楽器はありがとう。あ、お父さんさっき楽器に火をつけるって言ってたのは、楽器を作ってたんか、昔。一文なしの時に。そしてハーネスも完璧です。ハーネスなんやろ？ハーネスって言ったらもう、なんか、パラグライダーじゃないわ。あれ的なハーネスしか思いつけへんねんけど。あとは安全帯。フェアでお会いできて嬉しいです。ルハットがあなたをここに連れてきます。フェンディ、ルハット、フェンディ。これストーリーなんでしょうね。今小さな小物を注文したいですが、愛する娘のためにブローチです。私のためにこれをしてくれませんか。あ、娘のためにブローチ作ってくれないって来てるんでしょう。はいはいはい、それはケーキですね。息子、あなたはこれを得ました。仕事もらったってことか。ムッシュフェンリー、マドマーゼルオリビア、お会いできて嬉しいです。こんにちは、アーサー、オスカー。あ、これがあれか、ジャン・ジャスパーか。あー、ワイがか。なぜですね。なぜ私の父にブローチを注文しませんでしたか。彼の店はすぐそこにありますよ。商売敵なんや、ジャン・ジャスパーは。の親父も、ジャン・ジャスパーの親父も、ジャン・ジャスパーも鍛冶屋なんかな。そしてなんでこのガスコーニュさんは、ガスコーニュ地方の商人さんは、俺のところの親父の注文じゃなくてオスカーの方に注文しやがったんだっていう話かな。信じられねえぜみたいな感じですね。女性のために高性能オリビアと同じくらい魅力的で、私はあなたに割引を与えることさえできたでしょう。ああ、私はの店に来てくれたら割引できたのにってことかな。サンキュー、ジャン・ジャスパー。ジャン・ジャックか。ジャン・ジャスパーじゃなかったね。ジャン・ジャック。でもオスカーと私は一緒に地獄の高水を通り抜けました。私が持っているのはエニーオーダーズ、彼の注文だけです。お父さんは信頼してるから、ここでしか仕事は注文はせえへんよってことかな。うわ、すごそうなんやな。ではアーサーがどのようにそれを行うのか見てみましょう。アーサーが作るの。あ、これね。はい。じゃあ注文を受けます。ストーリーをのさらに進んだイベントに影響を与える選択肢をしなければならない場合があります。そのうち一つが表示されます。はい。
各オプションには成功と失敗の可能性があります。それらを注意深く研究してください。あなたはあなたの選択に戻ることができなくなります。選択は一回限りっていうことか。本作はストーリーではこういった選択によって有効度が変わったり、フランスとかイギリスとかの派閥ですか、山賊もあるんかな、その派閥の有効度とかも変わっていく。物語はマルチかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、選択肢によって変化していく。一つの派閥とかに肩入れしすぎると良くないことが起きたりするらしいですよ。バランスよくいかなあかんらしい。はい。ユーズジュエル、宝石を使用する。簡単なブローチを作る。2番目ユーズフェイクジュエル、これあかんやろ。偽の宝石を使ったらオリビアはんってなる。シンプルな簡単なブローチ作ると親父の好評度が上がるみたい。本当の宝石を使ったらめっちゃ喜んでくれるらしい。これどういうこと？本当の宝石使ったやん。ブローチを作るときに宝石を使うことにしました。宝石は男爵のものですが、オリビア確かに私に気づくでしょう。あ、これ人の宝石を、男爵さんの宝石使うってこと？よう分からんけど、男爵ってこの人商人やもんね。これしてみようかな。オリビア喜ぶし。あ、はい。作ります。注文画面が出てないな。全て終わった。へえ。いい子、ここで全て完了です。素敵ですね。いい仕事してみたい。見てみましょう。仕事は絶対に素晴らしいです。お、ジャン・ジャスパーが、ジャン・ジャックか。うん、悪くない。まったく、私が自分でそれを見なかったらアーサーがそれを作ったと思ったことはありません。信じられないほどいい出来やったらしいな。あなたは本当にあなたの鍛冶屋が鍛冶場の周りで道を知っている唯一の人だと思いますか？私のアーサーは自然です。これがアーサーの力だよってことを言ってるんでしょうね。あ、オリビアがなんか言ってる。なんて素晴らしいことでしょう。どうもありがとう。お父さん、太陽の下でキラキラ光る様子を見てください。めっちゃ褒められてるやん。あなたは、あなたの準備ができている方がいいです。私はあなたの素晴らしい好きについて話します。噂を広めてあげるってことかな？ハローブラックスミス、スティルワーキングハード。まだ一生懸命働いてるのか？男爵って、さっきの宝石男爵のってことかな？勝手に、あれ？人の宝石使ったってことかな？多かれ少なかれ私の息子はたくさん手伝っています。彼は今いくつかの点で私よりもはるかに優れている。そうなんや。もう親父超えたんや。彼は本当にあなたのように見えます。でも私は私を指輪にしてくれませんか？指輪を作ってくれっていう注文か。最善を尽くすよ。息子よ、それを手に入れなさい。また横槍入れてきた息子。良い一日、尊敬される男爵。もしあなたが私の父に命令を下したら、あなたはすでに新しい指輪を持っているでしょう。あ、もう注文したら、もうすでに指輪を持ってるぐらい私のとこ早いよってことかな。私はあなたのお父さんの職人としてのスキルを知っている。ただし、オスカーは同じ作業を半額で行うことができ、品質を保証してくれます。半額でかいね。50% オフで同じ仕事できるってことや。アーサーは。アーサーちゃん、オスカーか。これさっきの宝石、オリビアにあげたやつ、やっぱりそういうことじゃないですか、これ。怒ってるやん、だって。男爵に宝石を失ったことを伝える。これ、でも、オリビアにバレてるやん。めっちゃ。男爵の指には偽の宝石を使用してください。あ、どっちかってことだよね。どっちにしても親父怒りますわ。親父はすごい怒る。指輪の宝石なくしました。ロストザジュエル。なくしたっていうか、偽の宝石使用するか。でも偽の宝石を使用すると、成功率かな？ 30% 成功するけど、親父はどっちとも怒るね。正直に言うや。すいません。ちょっと、惚れた女のために。宝石使っちゃいました。申し訳ございませんってことやね、これ。あなたの宝石を使いました。宝石、ここにありません。届きませんでした。ほんまかよ。宝石ありませんですか？病気ですか？シックって書いてある、どっか。どこへやったんだってことかな。ウェアがちょっと翻訳されてないな。私の主よ、
あなたは道路が安全でないことをよく完全によく知っています。誰が何が起こったのか知っていますか？ああ、本当に。しかし多分それは本当でしょう。よし、調べてみよう。あ、全然ちょっと翻訳できてない。もし顧客をそのように扱ったら、父は私を半分殴り殺したでしょ。私はあなたを羨ましくない男の子、ジャンジャック。私は慈悲の意味を知りません。ごめんっつってる。総理って謝ってるよ。それについて申し訳ありません。他に何か欲しいものありますか？なんかこう、この鍛冶屋に宝石を届けたけど、なんか道中このオリビアのお父さんがなんか山賊かなんかに襲われたんじゃないっていうことを言ったんでしょうね。道中そんなに安全なものではないですよって。では調べてみようって言ってましたね。多分そういうことだと思うんですけど。怒ってんな。そうじゃない、今は何も必要ない。一句を参照してください。それでジャンジャックジュニア、私をあなたのお父さんのところに連れてってください。多分彼は私を要求を尊重すること。ああ、客取られたわ。宝石なくなったから。フォローしてください。 Well, do you best. 最善を尽くします。客取られた。まあいいや、あのやついらん。少なくとも彼は戦いなしで去りました。あ、揉め事がなかったよと。彼はもっと悪いことをしたかもしれない。ああ、丸く収まってよかったねっていうことを言ってるんですね。さあ、家に帰るとしよう。看板を閉じよう。おい、顧客が入店しないようにするには看板を押してください。押したよ。レッツゴーさん、行きましょう。父よ、私とオリビアについてどう思いますか？友達になれますか？息子、私たちは彼らと平等ではありません。ああ、この話やね。でも、商人の家族は、花婿は彼の財布がどれほど太いかによって判断されます。元気を出して、金さえ手に入れれば、商人の娘は、花婿にできるよっていうことをお父さんは伝えたんですね、アーサーに。アーサー、年いったな、急に。私の父の言葉は私にとって驚きではありませんでした。不平等は私たちの社会の惨劇であり、基盤でもあります。しかし、商人の娘の真摯な笑顔と、魅力的な目が私の心を痛めつけました。そうなんや。やられたんですね。フェアが終わりに近づいたので、私たちは持ち物を集めて家に帰りました。それが私と父と一緒に訪れた最後のフェアでした。あ、お父さん13年前にいなくなったってことか？病気は彼に大きな打撃を与えましたが、彼は震える手にハンマーをかろうじて握ることができたとしても、彼の最後の息まで彼の知識とスキルを私に伝えるために最善を尽くしていく。お父さんは全てを伝える、死の間際までこのアーサーに全てを叩き込んだんでしょうね。父を誇りに思って、まともな見習いになるしかないのです。まだ見習いな。さあ、これでチュートリアル終わりかな。あなたは小さな家と鍛冶場を自由に使えるようにしています。それほど多くはありませんが、最初から始めるよりも優れている。ここから愛する少女の富と心への輝かしい道が始まります。栄光への架け橋が今始まろうとしているということですね。しかしこれは全て遥か先にあります。そして今のところ4G を燃やしてください。4G ってなんだ？父の金床から埃を吹き飛ばす時が来ました。私がまだ覚えていることを見てみましょう。あ、お父さんの鍛冶屋をやってたんじゃなくて、なんか修行に行ってたんかな。ほんで帰ってきて、さあ、店を始めようっていうことかな。そういうことでしょうね。はい。では、もうすでに始まってんのかな。じゃあ何からやってたんやろう。コンプリート。ファイブオーダー。なるほど。まずお店を開いて、さっきこれ作りましょう。インゴットね。お客さん来るから。来た。 OK、 インゴット4。早いな、めっちゃ早いこれ。ほら、注文スピードが OK で鋳造すると、インゴットを作ると。ハサミみたいな、忙しいな。従業員いるよ。インゴット班と鍛冶班がいる。あ、なくなるな。注文しよう、注文。早いな。忙しい。あ、増えてますね。
これが鉱石1,5,10ってことか。18、今221のお金を持ってますね。20ぐらい注文しとく？1安い。10で買うより。多分。そういうことだね。で、インゴットそのまま買うと5やから、これ買っとこうか。あれ？こう。あ、買われへん。あ、買えないですね、今は。じゃあ10買おうか。釘欲しいって。釘4も使うねんけど、インゴット。インゴットがもうね、インゴットがもうね、5オーダーできひん。まだ、あ、今、向かってる商人が。なんかドア開いた音したから来たんかな。来た！インゴットがない。さあ、5人行ったんかな。インゴットが不足している。私は中税、精錬所でももう少し作る必要がある。もうないんだよ。もう注文したわ。アーサーは右クリス精霊所に送ります。もう精霊所送ってるよ。何回も。もう。私は再び鉱石を使い果たします。シャフトを掘る時が来ました。シャフト？遅かれ早かれあなたは自分の火事場を強化し、より多くの部屋を建設し、さらには地球を深く掘り下げる、始めるでしょう。地球を深く掘り下げるんや。地下室作れってことだな。各、製造品には一定の鉱石の供給が必要です。商人から購入することもできますが、自分で採掘する方がはるかに効率的で、地下室でシャフトを掘りましょう。シャフト掘るって、自分の家の地下であれか鉱山発掘するっていうお話かな。フォージをアップグレードして、ホットキ9。9。あ、ビルドモードってことね。え？あ、ここに作れってことですね。はい。これがタイプは選べないみたい。OK！ 各部屋の建設には時間がかかります。ビルダーが作業完了するのが待つ必要がある。はい。あ、もういいよ、朝。そろそろ作ろう。オーダー来たわ。わ、これ最初のうちはちょっと大変やな。インゴットがやっぱ足らん。これなんやろ。インゴット10本作れってことか。あ、やっと来た。やっべ、もうちょっと注文受けられへん。インゴットが足らん。早いし。引いてくれてますね。ちょっと看板ひっくり返そうか。もうすいません。注文受けれません。さよなら。全然だったら間に合わんもん。あ、でもインゴット10本作れって出てるから。エクセレント。新しい部屋のタイプを選択してください。各部屋には独自の機能があります。特定の家具が必要。へえ。独自。なんか地下室や、キッチンはキッチンとか、そういう部屋のタイプを選択せなあかんってことですかね。機能がない部屋や必要のない家具は非アクティブのままになります。なんちゃらマークがあることを通知します。部屋が機能するようになる前に、部屋に欠けているものに応じて部屋のタイプを選択するか家具を購入するため、エンチャンマーションマーク。あ、このびっくりマークがつくってことか。ちょっと待って。1でしょ。なんかセットしろって書いてあったね。指定しろって言ってましたね。どうやって指定するのこれ。あ、こうね。これを押すと指定できると。あ、これ3つトレーニングルームとトレーニングルームって何やろ。ここは多分リビングなんでしょうね。これかこうかな。あ、違う。この、ちょっと見にくいですけど、上に上がらんな。チェックボタン押すんですね、これ。これでいいんかな。あ、見たいね。オッケーオッケー。で、家具 OK って言っとったね。あ、これか。マイン。エントランス。クッキングじゃないよね。マインよね。これかな。あ、OK そうですね。こういうこと。はい。まだ足らん？あ、書いてありますね。マインエントランスと、クレーター。枯れて。クレテってやつ。クレテって何や。チェストのことかな？これ置いてみようか。わからんけど。開けるわ。置いてみようか。あ、合ってた。チェスト置いたらいいやん。マイン、こう掘るやつとチェスト置いたらいいみたい。はい。まあ、とりあえず、インゴットを作らなあかんので、再生しよう。早くできますね。
夜になっちゃった。あ、とりあえずインゴット掘ろう。もうか買わんでいいみたい。早くにしようか。うわこれ3倍、4倍速でさ時間かかるで。あなたのキャラクター新しい特性を受け取りました。キャラクターはネガティブとポジティブの特性を受け取ることができます。それぞれが特定の方法でキャラクターに行動を与えます。あスキルっぽいのがあるみたいな、アビリティかな。特性の説明を注意深く読み各ワーカーに最適な割り当てをしてください。これかゴールドマイナー、鉱山符っていうアビリティらしい。ゴールドマイナー、鉱山で働くとき金塊を見つける可能性が 5% 上がる。こういった特殊なアビリティもつくっていうことですね。メンター、この労働者は1枚離れたところに有益な注文の匂いがします。あ、さっき注文に色変わってたんはそういうことでしょう。プチ取られてなんか変わるって書いてますね。こういった スキルでしょうね。これも増えていくってことでしょう。早い、早くにした。早いよ。やっぱりフォージーだけで作業するのは難しいです。フォージーって主人公だけってことかな。村長から見習いになりたい3人の青年が送られてきました。お、仲間か。村長が仲間くれるって。この若い男は村に新しいです。彼はガス購入から来ました。へえ。私の名前はサ・マスター・カジアらしい。モンティか。モンティは地元のトリックスターであり悪党です。悪党なん。彼は彼がする全てのことにおいて貴族のように見せようとする。あ、なんか学者みたいなの来た。今度は私の名前はモンティです。モンティばっかりな。さあ、あなたが私を持っているなら私は何年もあなたの間見習いになりたいと思います。うん。そしてこれは村の全ての戦いとレスリングのコンテストの勝者であるストーンです。あ、モンティ次のやつでストーン。あ、ちょっと勘違いした。まあいいや。私はいろいろなことができます。そして私は、ああ、強いらしい。力強いっぽい感じしますね。では、見習いになる価値があるのはどれですか？最初のやつ、ぬすっととかやっとったね。で、こいつがなんか、鍛冶屋に見せようとするって言ってた。ああ、じゃ貴族に見せようとするって言ってましたね。で、この人は、なんか、力強いって言ってましたね。バンデッツ。これは、派閥、イギリスかな？イングランドの、有効度が5上がるけど、フランスの有効度が10下がるらしい。この人を雇うと。っていうことでしょうね。反対にイングランドは下がるけど、フランスは上がる。イングランドも、フランスも有効度は下がるけど、山賊のバンデットの有効度は上がるっていうことでしょう。南フランスの出身。彼の両親はフランス人なので、彼が仲間の同胞に同情するのは当然のことです。しかし、彼は私の指導に従うでしょう。結局のところ、私のマスターです。なんやろ、こいつ良さそうやな。彼にしようか。なんか真面目そうやしね。あ、しまった。力持ちっぽいやつにして、あいつに鉱山掘らせたよかった。マスター、私を信頼してくれてありがとう。決してあなたを失望させません。真面目っぽい。あなたは見られないます。彼は一生懸命働いた後に休むことができる部屋を必要。あ、個室がいるっていうことか。なるほど。彼の倦怠感のレベルを監視し、時間通りに彼の給料を支払います。倦怠感って、多分眠気と思う。給料も払わなあかん。大変やな。あなたの見られないのスキルは時間とともに向上する。へえ。そして今取り掛かりましょう。彼の助けを借りて5つの注文受け取り正常に完了させます。あ、ちょっとちょっと、はいはいはい。何？なんか来たよ、また。兵士みたいなのが。フランスの税務署。あなたは鍛冶屋ですよね。彼の威厳。フランスのドンファンの名において、私は私たちの国のために土地税を徴収する権限があるって、税金取りに来た。税務署が。そんなまんねや。あなたが自分自身を何と言うでも、あなた方全員は正直な人々をただに捕食しています。あ、善人を捕食している、この税金泥棒めみたいな話でしょうね。あなたはお金払っていますか？これフランスに税金払うか払えへんかって話？タックスって書いてあるもんね。フ
フランスでは都知事として10枚12枚のコインを支払うように求められています。ルハットはあなたの決断はワットか、あなたはどうしますか。これ多分断ったらフランスと契約になるんやろね。自由に払えるから払っとくか。で一回払ったらさ、もう何回も何回も払わなきゃようになる気がするねんけど。注文を受けて、彼は使えるのかな。あ、彼も使えるみたいですね。当時の労働者は仕事を続けさせるためには支払いを要求するでしょう。拒否は彼らを動揺させ、あ、給料の未払いは彼らを動揺させ、彼らの気分がさらに落ち込んだ場合は偽造を去ります、鋳造所を去りますってことですね。見らない、金払えへんから出ていくって。労働者を追い払うのが好きなら地下室への階段を取り除く必要ありません。まあ地下室行かせるけどね。彼にちょっと掘らしてみよう。彼も特技あんのかな。あ、あるみたい。彼 30% ファースターって書いてますね。あー、こいつあれや、火事が早いんや。だからマイナーはマイナス1ってなってますね。こう掘るには適してないんや。火事が得意なんですよ彼は。彼に火事をやらせた方がいいっぽいね。で、アーサーはインゴットを作ろう。ちゃうわ、鉱石がねえわ。アーサーと能力かぶってるわ。ほら別の人にしたかった。やっぱりあの力持ちの人をここにつけて鉱石掘らして、アーサーはこっちをやればよかったね。そういうことか。まあ、とりあえずこの辺にしときましょうか。はい、ということで今回はアンビルサーガというゲームを遊んでみました。こういったあまりややこしくない経営ゲームは面白いですね。物語もオリビアとの恋の行方やイングランドとフランスの戦争の展開、両国との友好度によるイベントなんかも気になります。アンビルサーガは6月21日リリース予定。日本語は未対応となっております。ご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。